確信したね。幸せっていうのは結果を出すこと、一番になること、それが幸せや。そういうことですよね。はい、こんにちは、ライフスキルティーチャーのミサワオカチです。幸せって何ですか？以前の俺は答えられませんでした。間違いなく人生で一番大事なこと、それは幸せになることじゃない？もしそうじゃないっていうんやったらもう見なくて OK です。絶対そうでしょ？幸せになることが一番大事じゃない？なのにやで、学校でも教わらへんし、誰も教えてくれへんし、自分自身幸せって何なのかっていうのを落ち着いて考えたことがなかった。そんなん、幸せって何なのか分からへんのに幸せになれる、そんなわけあらへんやんか。自分はカレーライスを食べたい、じゃあカレーライス屋さんに行く、カレーライスを注文する、カレーライスを食べる、だから幸せ、そういうことやろ。幸せって何なのかが分からへんかったら、何を行動したらいいか分からへん、どこに進んだら進んでいったらいいか分からへん。そんなのに幸せになれるはずがない。だから今日はあなたと一緒に幸せって何なのかを考える。考えたいと思ってマイクを持ってます。はい。ということで、僕もね、幸せってはこういうことだっていうのを明らかにしたいなと思います。多分噛みまくりますね。今もうすでに噛んでると思うんですけど。噛みまくるけど、頭の中を整理して出てきた言葉をふわってこう出していって、あなたと一緒に考えたい。幸せとは何か。What is happiness? はい、ということでね、人生振り返ったら、幸せって何なのかってもちろん考えてなかった時のが多かったんやけど、無意識にあったよね。幸せっていうのはこういうことだって、無意識に。頭で言葉には出てないよ。で、無意識にこうだってあって、その無意識の潜在意識によって行動してたみたいな感じだったんよ。例えばね、何やろ、大学生の時のおかっちの幸せっていうのは結果を出すこと。幸せとは結果を出すこと、一番になること、そういうことやってん。なぜか、それは大学生になるまで何をやってもダメやったから。バスケめちゃくちゃ好きやった、めちゃくちゃ努力した、でも全然試合出られへん、友達も欲しいのに誰も友達になってくれへん、居場所がなくて無視されて一人ぼっちやった、自分なんていてもいなくてもいい存在なんだとずっと思ってたよ。この状態が本当に辛かって苦しかった。幸せじゃなかったんよ、大学まで。だからまずおかっちが幸せになるためには結果を出さなければならない。結果を出しさえすれば幸せになれる、みんなが認めてくれる、居場所ができて友達もできる、彼女もできる、そう思ってたんよ。だから決めた、大学になったら結果を出すぞ、絶対出すぞって、それが俺の幸せやって。言葉にはしてなかったけど頭のどこかにはそれがあった。だから死ぬほど努力したよ。大学から始めるラクロスというスポーツを始めた。みんながスポーツ地点じゃない、スタート地点が一緒、スタートライン一緒ってことは大学からの努力次第で一番になれる、そう思ったから。今さらバスケ、今さらサッカーって無理やん、中高をやってる人がおんのに勝たれへん。それやったら新しいこと始めたらみんな一緒やん、用意どんやん、一緒やから、そこからの努力次第で一番になれる、日本代表にもなれると思った。だから死ぬほど頑張った。周りのみんなラクロスやってるやつはみんなライバルや、あいつらを蹴落として俺が一番になる、そして試合に出る。だって試合に出れる人数限られてるやんか、限られてる、みんな全員で試合出られへんねん。20人部員がな80人ぐらいおって、その中の20人ぐらいしか出られへんねん。っていうことはみんなライバルや、みんなを蹴落とさなあかん、そういうつもりでラクロスをやってた。なぜなら幸せとは結果を出すこと、周りの奴らに勝って一番になること、それが俺にとっての幸せやったから。そしてそこで努力して頑張って、なんとか試合に出ることができて、そして関西選抜に選ばれて、最終的には日本3位、全チームで日本3位、そして関西ベスト10プレイヤーに選ばれた、結果を出すことができた。ものすごく幸せやったよ。確信したね。幸せっていうのは結果を出すこと、一番になること、それが幸せや。結果を出せば
周りのみんなからチヤホヤされて居場所ができて仲間ができる。そう思った。確信した。それが大学生の時のおかっちの中での幸せやった。そしてそのまま社会人に入りました。社会人は営業マン、製薬会社のお薬の情報を提供してお薬を販売する仕事や。な。その時のおかっちにとっての幸せっていうのは、大学時代と変わらへん。幸せとは、今この目に見えてるこのレール、このレールを誰よりも早く走って一番になること。そう。だって大学時代で結果を出したら幸せになったから、幸せは結果を出すことやったから、この会社で一番になる、出世をする、それが俺にとっての幸せやって思った。な。で、周りの人もそうやって生きてた。いい大学に行って、いい会社に就職して、そこで成功することが幸せ。なんかそういう雰囲気になってた。そういう、なんていうかね、それ幸せだよね。いい会社に行くことが幸せだよね。そんな話してないよ。そんな話はしてないけれども、暗黙の了解というか、幸せっていうのは、いい大学に入って、いい会社に入って、そして出世すること。それが幸せやって。なんかそんな空気やって、そんな世界の中で生きててん。な。だから俺も、その会社から与えられてるノルマを必死でやったよ。めちゃめちゃ頑張った。そこでなんとか結果を出すこともできたんだよ。でも、全然幸せじゃなかったん。全然楽しくなかったん。全然燃えるものがなかったんだよ。何これって。だって、な、信じてたやん。結果を出すことが幸せ。この目に見えているレールで一番になることが幸せってそう信じていたのに、そこで一番になった。な、瞬間的にやけど一番になった。でも全然幸せじゃない。家も家賃補助も会社から出る。車も買ってもらえる。ボーナスも月給の8ヶ月分とかめっちゃ多い。で、福利体制もあるし、有給とかいつでも取っていい。めちゃめちゃ待遇されている。待遇がいい。そして、なんやろ。その会社も世界で一番の会社やった。その業界の中ではね。やのに、心が全然幸せじゃなかったんです。はい。で、その時に初めて考えましたよ。幸せって何なのって。初めて言葉に出したよ。幸せって一体何ですかって。今まで考えたこともなかったけど、考えざるを得ない状況やった。だって俺にとって幸せって思ってた道が違うかったもん。その道歩いてた、一生懸命走ってた、一生懸命走ってたけど、その未来に、俺の幸せなかったんよ。5年後、10年後、15年上の先輩の人生を見たときに、その人は幸せ。その人は幸せかもしれへん。じゃあ俺がその人の人生を歩むのかってなったら、ブーやったんよ。違うかったんよ。じゃあ俺の未来を生きてる会社の先輩が俺にとっての人生じゃないんやったら、そのレールを一生懸命走って何の意味があんねんって思ったんよ。そこから考えたよ。全然答えなんか出るわけないやん。だって正解なんかないんやもん。これまでの教育、これまでの学校では正解っていうのはたった一つあって、その正解をちゃんと答えることができたら丸がつけられる。その正解とは違う答えを言ったら罰をつけられる。そういう教育を受けてきたし、そういう環境で育ってきた。だから今さら正解のない答え、正解のない問題を考えるっていうことは無理やし、で、こうかなって出した答えを誰も丸って言ってくれへんねん。そうやろ？だって自分の人生の幸せなんて自分の中にしか答えはないんやから。自分が納得するかどうかが自分その答えなんやから。そうでしょ？迷ったよって、迷って考えたよ。5年ぐらいずっと考えてた。俺にとっての幸せって何なのかって。で、気づいた。幸せっていうのは一番になることでもない。結果を出すことでもない。勝つことでもない。何かを手に入れることでもない。幸せというものは、感じるもの。今ここにある幸せを感じること。当たり前やなと思ってるところに幸せを感じたり、ね。風が気持ちいいなっていうところに幸せを感じたり、何かを手に入れないと幸せなんじゃなくて、もうすでにそこにあるものに幸せを感じること。
温かさを感じること、喜びを感じること、それが幸せなんやって思ったんよ。で、もう少し言うと、幸せっていうのは自分と何かとのつながりを感じること。自分一人で何かを手に入れるとか、まあ、何かをゲットする、そういうことではなくて、自分と友達との関係性の中で、ああ幸せやな、この人と一緒にいてて楽しいな、この人とボートに乗ってて楽しいな、あの人と一緒にご飯を食べて幸せやなって、自分と人とのつながりであったり、自分と町とのつながり、うわ、町、あの町っていうか、あの町っていうか、この町な、この町、水がなんて綺麗なんだ、幸せやな、あ、小鳥が鳴いてる、幸せやな、とかね、自分と町とのつながりであったり、この生きてるこの地球、この地球とのつながりを、なんて美しいんだって、なんと幸せなんだって、その自分だけで手に入れるもんじゃなくて、自分と何かのつながりを感じること、そしてその関係性を作っていくことに幸せが生まれるって思ったんよ。感じることで、今のこの世の中では人とのつながりを作る力が弱くなってるって結論が出た。だからうつ病になって、だから幸せを感じられへんってな。昔はたくさん兄弟がいた。兄弟の中でコミュニケーションしながら、人とつながる力を身につけていった。ご近所さんとのつながりもあったし、な、一人で遊ぶゲームじゃなくて、みんなで百人一首やったり、カルタやったり、いろんな人とのつながりが、兄弟でも家族間でも、そして地域でも、学校でも、社会がな、人とつながって生きていく。つながりの中で学び、そして育ち、そして、生きていく、生活するっていうのが昔やったけど、今そういうつながりっていうのがどんどん分断されている。そういうつながりを、つながりがない環境で育った人たちは、つながりを生み出す力が弱くなっている。そう思ったんよ。だから俺は一人一人がつながりを作る力を持つことが大事や。そのつながりを作る力を持てば、友達とも会社とも町とも、そして地球とも、そして大切なパートナーとも、そういう関係を作ることができたら、その関係性の中で幸せを感じることができるんじゃないかって、そう思った。だから俺はそのつながりを作る力であるライフスキルっていうのを教えたいと思ったの。ね。ライフスキル、生きる力。それがつながりを作る力やと思ってた。だから俺はライフスキルっていうことを学びに会社を辞めてアメリカの大学院で留学したんよ。そう。そしてその留学して、その帰ってきてこの和歌山で、そのライフスキル、つながりを生み出す力を育む教育をやろうと思って、この学校を作った。ね。で、その時は、ちょっとずつね、幸せっていうのは変わっていったわな。で、その時は、もう起業する頃には、俺にとっての幸せっていうのは、ちょっと待ってください。あれやね。選択できること。自分で選んで自分で決める。それが俺にとっての幸せやった。幸せとは、選択できること。自分がどこに住んで、誰と働き、何をして、いつ、どこで、何をするのか、そういうことよ。好きな場所で、好きな人と、好きな時に、好きなことをやって生きていく。それが俺にとっての幸せやなと思った。だから俺は、この大好きな和歌山で、自分が心から尊敬、信頼できる仲間と一緒に、自分が本当に大事やなと思っているライフスキル教育を、自分が好きな時間でやる。それが俺にとっての幸せや。そういう選択できる人生を歩むために、この学校を大きくしよう、そう思った。最初は無理よな。お金がなかったから、学校を運営する仕事いっぱいあんねん。経営者がやらなあかんことな。給料計算とか経費とか税金のこと勉強しなあかん。そして従業員さんとのコミュニケーションありながら、お客さんにサービスを提供する、もういろんなことを今のこの瞬間だけじゃなくて、10年見通して、いや100年見通してプランを立てていかなあかん。いろいろとやらなあかん仕事があった。だから時間がなかった、お金がなかったから、外注できへんかったから、全部ほとんどやってたよ仕事の業務。だから時間がなかったよ。だから、なんていうん、
自分がやりたいことを本当にできるっていうのは最初は難しかったけど、そこから少しずつ少しずつ大きくなっていって、もちろん従業員さん辞めることもあった。そして一時的にお金がもう全然なくなって、毎月20万円ぐらいの借金が2年ぐらい続いて、もうどうしようって、もう好きなことだけじゃなくてお金を稼ぐ仕事もしなあかんのかなって、やらなくてもいい仕事というか、やりたくないこともやらなあかんのかなって思ってやってた時期もあった。でもそういうことをずっとずっとやって7年経った今、時間も生まれてきて、周りにいる人は本当に本当に信頼できる、心から尊敬できる仲間と一緒に働くことができてるし、俺は俺にしかできへん仕事、俺が心からやりたい仕事に時間を注げるようになってきた。この和歌山でちょっとずつそうなってきたんよ。自分が当初描いていた選択できる人生、それが俺にとっての幸せやから、それを作るということ、それが少しずつできてきた。そして今39歳、起業して7年目、今月で40歳になる。誕生日プレゼントもお待ちしてますよ。はい。で、40歳になるんだけど、そして今思うこと、今おかっちにとっての幸せとは何か、それは自分でいること、自分であることや。そのまんまの自分でいること、その自分でいれるということ、本音を選択できること、本音でいること、あるがままの自分を表現し解放できること、そして自分が心から安心できる場所でストレスなく自分のまんまで生きていけること、それが俺にとっての幸せやって思ったんよ。なあ、たとえそれが自分が心からやりたくない仕事であったとしても、それをやるということを自分が心の底で本音の部分で納得できることであるのであれば、それは幸せなんよ。本音だから。表面的にやりたくないとか、でもそのやりたくないことであっても本当にやりたいゴールに行くために必要なことで、それをやるのは俺しかいないんやったら、それをやるという選択は俺の本音なんよ。やりたいことだけをやる、それが本音じゃない。やりたいことを実現するためにはやらなければならないこと、やりたくないこともあるかもしれん、で住みたくない場所かもしれん、それもあるかもしれん。自分がその瞬間自分が表面的に好きではないことをやらなあかんかもしれへんけど、それをやった先に本当に手に入れたい、本当に行きたいゴールがある、そういうふうに自分が思い描いて心から本音で選択できるのであれば、それは俺にとっての幸せなんです。たとえここが牢屋であっても監獄であっても、好きな時に好きなことをできなかったとしても、今ここで監獄にいるということを自分が心の中から納得していたら、俺はきっと幸せです。そう、何かを手に入れなくても自分が心の底から納得できる選択であれば幸せ。だから大事なことは自分の本音とつながるということ。自分が心から何を望んでいて、何を喜びと感じ、何を幸せと感じて生きていきたいのか、その本当の本当の自分とつながること、その自分とつながってさえいれば、本当の自分が望んでいる声が聞こえるから、この脳みそに。それをできることから一つ一つ実現していく、それが幸せになるために、そして自分らしく生きるために大切なことやと思ってます。今39歳、10月4日日曜日、この時点で俺が考える幸せっていうのは、自分でいること、本音を選択すること、それが俺にとっての幸せです。はい、ということで、今日はね、僕が0歳から39歳まで人生歩んでいく中で、幸せっていうものとどのように向き合ってきたのかっていうのを、本音でお話ししました。どうですか、あなたにとっての幸せって何ですか？あなたは幸せですか？あなたにとっての幸せ、もし少しでも答えが見えたら、まとまっていなくてもいいので、コメント入れていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。
で、少しでもためになったなとか楽しかったなって思う方がいれば、高評価ボタンを押してくれたら、これもね、本当に嬉しいので、よろしくお願いします。こんな感じで、このミスターおかちのチャンネルでは、とにかくあなたの生きる力が湧いてくる、そんな動画を配信していきます。全力でやりますんで、少しでも興味を持っていただけた方は、最新動画を見逃さないようにチャンネル登録ボタンを押してください。はい、ということで今日は以上です。それではワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。幸せとは、幸せとはなんだろうねー。